はい、今日は2018年2月の2日、宿に着きました。前と同じですね。これエールというところですね。で、こっちにゲストハウスがあります。松亀荘ですね。ここ前建物、あ、これ空いてますねって言ったのが今改装してますね。誰かもう買ったんでしょうね。これ駅から歩いてどれぐらいでしょうね。5分ぐらいですかね。いや、もうちょっとかかるか。まあそんな遠くないです。歩いてきました。で、あ、バスセンターすぐですね。あれで福岡空港まで行けます。これはでも明日取れなかったんですよね。取れないことないけど高かった。シングルがいっぱいで、なんか明日ビジネスの人が多いんでしょうね。で、もう腹減ったんで、これ何があるんですかね。なんか食べようとは思いますけど、まあコンビニで買うか。ロイヤルホストね。え、なんかこう地方行ってコンビニで飯食うなんてっていつも言ってますけど、なんかあんま一人で飯食わないんですよね、僕はね。なんかおにぎりとかあればいい。酒飲みませんからね、大体。まあもう今日はコンビニで買って部屋でテレビ見て食って、でこのエールがあれですね、屋上とか上の方になんかヒノキの風呂があって露天風呂みたいなんで、結構いいです。これいいですね。すぐ前が公園ですね。なんか正面玄関がちょっとわからなかったですね。まあ、結構でかいですね。この道より本当少ないですかね、人口が。そんなことないですね。これこっち行っていいんだろうか。ちょっと、まあいいんだろう。ちょっとコンビニ行ってきます。以上。